これはちょっと、あこれすぐテリバー出てかなきゃダメだね、ベビーやられたらもっと参加してね、うんうん、そう、あの気の荒いとこっていうかね、うん、割とね、そういうの見せた方が日本ではいいですよね、うん、見かけよりもね、おとなしいのかもしれないですね、生活的に、うん、地味っていうかね、うん、本当にあの筋肉とあの風貌に比べて、うん、割と性格的に僕地味だと見ました。あの昨日全日本女子 の事務所でお話ししたんですけどね、はい、インタビューっていうかちょっと真面目ですね、うん、でとっても見た目よりもなんか地味なんじゃないかなというような、ね、だからもうちょっとあの爆発するっていうか、うん、エキサイトするっていうか、うん、いわゆるバカになるっていうか切れちゃうっていうか、うんうん、そういう人がプロレスやらないと、うん、必要ですね、うん、あ、パワースラム、あーパワースラムね、やっぱ似合いますね、パワースラムは確かに、そうですね、ええ、このテリーパワーから見たら、ええ、この全日本女子のリングっていうのはやっぱり驚きの連続なんでしょうね、そうですね、おそらく、ね、こんな女子だけでお客さんがたくさん入ってすごい驚きなんでしょうね、パワーがないね、やっぱりデビューは。今なんかタイミングさえ合えば裏投げスッと投げられたはずなのに、あ、でもこの切り返しはいい、うん、でもどっちかというとエースクラッシャーにしては中途半端でしたよ、そうですね、出ましたね、早くも出ちゃいましたね、全部歩けずにだけれども、一つ一つ磨いていくと結構そうですね、すごくいいものになるような、今のフルネルソンなんかは決め技に近いんですよね、 あのままスインギングフルネルソンといって、フルネルソンをグイ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 振り回すというのがあるらしいですか、うん、パワーファイターっていうのは一人もいないから、やり方によっては面白いかもしれない、そうですね、うん、三田はちょっと膝痛めてるみたいなんですよね、うん、ちょっと相当悪いよこの膝は、うん、とにかくその、まあ、長い授業でだいぶあちこちみんな痛めてるんで、うん、それは心配ですね、これは普通のボディブロックでしょ、ああこういうラリアットもあるわけですね、でもいろいろやってますね、出してますね、うん、デビュー戦としたらすごく定石という気がしますけど、そうですかね、割ともっとなんか僕は期待はずじゃないですけれども、うん、もっともっと期待してるから、あっと、あ今のはデビーの読み勝ちだね、うん、あのエースクラッシャーもああやって出すと、うん、やっぱりいいですね、説得力ありますね、うん、いつ何時やるかってことでしょう、そうです、ただ単に闇雲にやるっていうよりはそれが一番大切だね、いやそういうところはデビーやっぱ上手くなってるじゃないですか、だいぶ、あっと危ない、あこれは危ない、宙づりになってましたね、うわちょっと考えられないような形で失敗しちゃいましたね、膝もいっちゃってるのかなって思いますね、ああ相当膝悪いですよ、あれ悪いですね、まあ STF やっぱりそうかな、おあーあーデビーが見たからギブアップ取りましたか、あこれは意外と大きいですよ、大きいですね、ええうん、やっぱり見たはでも膝の、うん、悪化がだいぶきましたね、踏み外すってことはあんまりないですしね、うん、ね、はい、いや本当ワンチャンスをものにしたって感じですか、そうこれは今日はデビーが帰って光っちゃったっていう気もしますし、あ褒められると思います、そうですね、テリーパーも合格点でしたね、はい、はい
赤コーナー、デビー・マレンコ、そして下田選手にインタビューします。コングラチュレーション、デビー。Thank you. Today's match was not exactly up to par, not as good as what we normally do. Mita and Terry Power did a hell of a job today. They really gave us a run for our money. Mita is working handicap with a bum knee. Terry, her first match, I know she was nervous, and they still went out there and, you know, if it wasn't for a handicap on their part as far as Mita goes, I think they would have had a better chance of winning the match. Thank you. Thank you. 島田さん、どうでしたか？全然ダメ。勝ったのには勝ったんですけども、本当に全然チームワークとかも悪いし、そんな組んだことないとかいうわけじゃないんですけど、なんかそう相手がどうこう言うんじゃなくて自分自身が全然ダメだったんで、本当にもう情けない。これをいい教訓に今後とも頑張ってください。おめでとうございました。